はい、こんにちは、こんばんは、豊津商店です。本日はですね、まあなんていうんですか、プロダクト紹介っていうんですかね、私の使ってる製品の、まあ、レビューということをちょっと、まあ、ガジェットっていうんですかね、をやガジェット紹介とかっていうんですかね、今風に言うと、をやっていきたいと思います。で、本日はやはり ADA 製品ですね。皆さんよく使われてるかと思うので、でとりわけ ADA 製品ですと、ライトが私は人気なんじゃないかなと個人的には思うんですよね。なんかなかなかかっこいい製品が多いんで、なのでまあそれのレビューというか、どういう使用感かっていうのをご紹介していきたいと思います。で、まあ今映ってるのはあれですね、 ADA の RGBですかね。まあ、これが正解か、多分 RGB で合ってると思うんですけど、ただまあ最初紹介するのは RGB じゃなくてですね、こっちですね。まあアクアスカイですかね、これは製品としては。私の記憶ではアクアスカイ、私最初買ったやつは、なんか透明なアクリルで支柱ができてるやつで、まあその後、なんかすりガラス状のアクアスカイムーンとかができて、で今これアクアスカイの、これ RGB ですかね、なんかこれ出たんで、買ったのが1年ぐらい前ですかね、1年半ぐらい前に買ったやつですかね、買ったやつで、今こんな感じで、まあ、使ってるんですけど、まあ、色合い的に結構コケコケであれなんですけど、緑が強い感じですかね。でライトはこんな感じですね。まあ、ちょっと水面に映ったので判断していただければと思うんですけれども、まああまり熱くはないですね、これは。どれぐらいですかね、熱さとしては。まあ北海道レベルですかね。北海道レベルです。北海道だ、その触れないぐらい熱くはないっていうレベルなんで、全然熱くはないです。でまあ全部この鉄の真鍮のフレームなんで非常にスッキリしてて、まあ昔のアクリルのやつは結構アクリルにヒビが入ったりしてちょっと見苦しかったりしたんですけど、やっぱり進化しててなかなかいいですね、これは。ただまあやはり安定器がですね、まあこれ見てお分かりの通り結構割に大きめですかね、10センチ15センチぐらいあって、ちょっとまあ大きいかなと。まあこのラインですかね、まあ、結構長いんで、私もちょっと折りたたんでるぐらいなんで、そんなに短くはないんでいいんですけど、ちょっとそれが長いってのがまあ難点かなと。安定器がでかいってのが難点ですかね。まあ見た目非常にスタイリッシュで、まあこんな感じですよね。で、明るさも、まあこれ60センチ水道なんですけど、まあアヌビアスが元気よく水蒸気を出さないレベルっていうんですかね。結構メドハラだと水面突き破って上まで出てきたりもするんですけど、まあ見てわかるようにアヌビアスが水中用で、まあ、本調子じゃないってのもまああるかと思うんですけど、まあ突き出してきてないぐらいの感じですかね。まあ以上アクアスカイ、アクアスカイ RGB ですかね、でした。で、まあ本題はこっちですね。まあ、いわゆる ADA の RGB ってやつですね。まあ、2台あって、この手前のやつの方が、確か買ったのが何年前かな、結構前ですかね、2年半ぐらい前ですかね、もっとは3年ぐらい前、2年半、まあでも2年半は経ってる感じですかね。2年半経って、こっちがまあ約1年弱ですね。まあライトの光がですね、こっちの手前の方が若干、まあこれわかんないレベルなんですけど、これつけたらわかるんですけど、ちょっと緑っぽいんですよね。で今多分最新出てるやつの方が白色がちょっと強いかなっていう。やっぱその最初に出たロットだと、まあこっちで紹介したこれもなんですけど、ちょっと緑があまりにもあまりにもっていう感じだったんで、多分ちょっと調整して球の色がちょっと白っぽくなってるっていう。まあただ、微妙な違いなんで何とも言えないんですけど、ただまあそのライトは結構微妙な違いが絶大な違いになるので、まあ今の方が個人的にいいんじゃないかなと思いますね。非常に自然な色合いで、ちょっとまあ、それでも、
あの寒色系っていうんですか、青っぽい玉の色合いでっていうのでいいと思う。まあ昔のやつも緑っていう感じで、まあ悪くはないんですけど、まあそんな感じの違いがありますね。まあ温度的にはあのはっきり言ったあれですね、アクアスカイ のこっちよりないですね、温度が。あのもう北海道として使い物にならないレベルですね。でも重さも非常に、まあ、軽いというか、まあ、やっぱりメタハラとかと比較すると八角に軽いので、まあ、取り回ししやすいですかね。まあ、やはり大きい水槽向けなんで、まあこういう支柱がないとですね、まあなかなか難しいかなとは思うんですけど、まあ支柱さえあれば全く問題ないかな。まあもともと私この手前の今映ってるやつの方で90でやってたんですね、この水槽で。これでやってたんですけど、これ1台だとやっぱり90だとちょっとそのなんていうんですかね、端の方まで光がいかないっていうんですかね。まあ8割、7割5分ぐらいは完璧に光当たるっていうぐらいの感じで、90だとちょっと1台だと物足りないような気もするかなっていう感じですよね。全然別になんていうんですかね、そのアルビアスを割ったらまあ問題ないんですけど、まあオブスサタンというか、なんか光が強い方が葉っぱがギュッと締まっていい感じになる植物関係だとちょっと難しいのかなって、ちょっと弱いのかなっていう感じですよね。まあただ必要十分ではあるので、必要十分ではありますね。で今まあこれ120で奥行き60の水槽で、まあこれ2台使ってるんですけど、まあご覧の通りで、まあ普通ですかね。もう私まあ明るいですよね。まあきっちり植物も育ってるので、まあ120で奥行き60の水槽でこれ2台っていうのは数として過不足ない感じかなとは思います、個人的には。で90がちょっと難しいですよね。60度でやっぱ明らかにオーバースペックなので、90だと90のスリムとかだったらいいのかとは思うんですけど、そんな感じですね。だから160×60×60 とか 60×40×45 とかだとまあぴったりなのかなと思うんですけど、ちょっと90でこれ1個だとっていう感じですね。まあこれもですね、相当この線が長いので、まあ、そこに関しては非常に取り回しがいいんですけれども、やっぱり安定器が結構ごついんですよね。これが非常に何ていうんですかね、片方1キロぐらいですか、ダンベルぐらい重いんで、まあこれの置き場所ですよね。なんか正直やっぱそこがネックですかね。なんかそのまあやっぱ安定器は何でも必要ではあるんですけど、やっぱこれをどこに置くかっていうのがやっぱり一つネックになってくるのかなっていう。まあそれさえなんていうんですかね、完結というかうまくいけば、まあこういった感じですね。非常におしゃれですよね、なんかすごく。まあもともとやっぱ ADA メタハラでソーラー1とかソーラー2とかやってて、まあその前の蛍光灯のやつとかも非常にやっぱりおしゃれですよね。やっぱりこのなん水槽の上のこのメカメカしさっていうところで非常にツボにはまった作りをしてるなと思うので、まあ結構私ショップでもですね、アクアスカイムーン買ったアクアスカイ買った時に、まあ、RGB 買った方がいいですよってすごいセールスされたんですけど、物が違いますよとかすごいセールスされたんですけど、まあ、やっぱ物違いますよね。なんだか圧倒的にクロート感が出るので、そこはやっぱ非常にいいポイントかなとは思います。まあ別にまあここまでいくと趣味なので、まあもっとですね、そのメタハラでも安い、あメタハラじゃない、 LED で強烈な光出す、もっとなんていうんですかね、まあ安いものもあるので、本当に極端に安いものやっぱ LED なので、ただまあ割合私は一生ですかね、この作りと。あとまあ曲がりなりにも3年弱は持ってるので、それなりにおすすめですね。まあ ADA の商品を紹介しておすすめしないってのもあれなんで、私的にはおすすめですということで、この動画を終わりたいと思います。ガジェット紹介でした。
チャンネル登録よろしくお願いいたします。